はい、皆さんこんにちは、ちでございます。じゃあ太鼓さんやっていきたいと思います。あ、そうだ、セーブさせてください。いやー、10日からやってないんだね。あ、そうだ、この辺でね、この辺で神さんがね、インフルになったんだわいやー、もう参った参った。よいしょ、はい、じゃあ受けたくでちょっと上げていきましょう。好みはこれ鬼庭さんだね。鬼庭綱本さんね。贈り物、書物ね。で、お次は柿崎さん。おお、何でござらぬかと。贈り物、芸術品なので茶器でいいでしょう。はい、橋姫。で、お次は柿崎さん。贈り物、芸術品ね。で、なんていうんだっけ、芝明直さんね。能力びっくりするぐらい引っかかったと思う。そうだね、贈り物、芸術品ね。チャッキーにしときましょう。で、次は大宝寺さん、贈り物ね。書物、はい、ギケーキと。で、次はあさりさん、はい。で、贈り物、武具、武具なんですね。はい、脅し鎧ね。で、次は、あ、次知らないんだ、滝田さん。猪俣さん言っとこうか。書物ね。はい、と。で、滝田さんが終わった。あ、滝田さん、高橋ジョーンさんから4人ね。ちょっとややこしいな、これ。はい、で、武将の噂ね。で、滝田さん、はい。で、ジョーンさんから4人ね。まあ、ボグだよね、ジョーンさんもね。で、モンチュージョさん。で、シガさん。で、柿崎さん。あら、柿崎さん聞いてなかった？柿崎さんまでかな？聞いてると思うんですけどね。あら、これって手主義はございませんって言ってるからね。おや？佐伯さん聞いてなかったのね。その前に滝田さん聞いてね。あ、佐伯さんが聞いてなかったのか。あれ、並び方変わってたよね。まあいっか。はい、滝田さん、贈り物、書物ね。で、次はジョーンさん、贈り物で、ブーね。で、次が、モンジュージョさん。はい、ブグね。で、お次は、佐伯さんと、志賀さん言ってるね。贈り物、ブグね。で、次は清水さん、ブグね。危ない危ない。はい、で、お次が小柳川さんでいいのかな。ああ、読めた、ちゃんと。はいはいはい、ブグね。で、今度は佐伯さん、白板春さん、遠山さん、佐伯さん、白板春さん、遠山さん。ああ、入っちゃった、間違えちゃった。ああ、ちょっと待ってね。帰ってない？はい、教えてください。佐伯、白板春、遠山さん出したっけ？はい。白板春、
で、遠山だっけ。あ、遠山さんマックスなってっけど。ありがとう。はい、佐伯さんね。贈り物。何番トライね。で、お次が、白井さんね。芸術品。あー、まあ適当でいいや、牧畜図。で、お次が田原さんね。で、飲もうかな。城帰りましょう。妻と話しましょうね。で、次は、表情の間だね。人事、昇進いません。誰も攻めてないのかな。合戦してなかったかな。あ、してないね、まだ。岐阜が落ちなかったんだね。あー、合戦やめときましょうか。まず城主任命。あー、ねえ、あの人やってくれたね。あ、この人ね。うん、意外に頑張る。能力低いのにね。あ、岩村城に行かそうかな。うん、行ってください。うん。で、これで、はい、OK と。となると、あれだね。まだ誰も攻めに行ってないので、大筒190門も集まりました。どうしようかな。あ、そうだ。内政で行かないといけないね。もうやばいって言ってましたから。治安工場。あ、勝山館入ってる。よかった。あと、あ、治安工場いろいろ入って、ああ、岩槻町。大岩城で。でしたっけ、さっきの。さっきのとこも入ってないと困るんですけどね。で、はい。じゃあね、さまざまな、軍団長って言ったら変ですけど、人が織田家を攻めてくれることになってますので、さあ、あとは徳川が助けに来ないことを祈りましょうか。あ、もう行ってるわ。あ、宇佐美さんが行ってるんだ。あ、岐阜城行くんだね。うわ、どうしよう。始末だね。始末だね。もう一回九州行ってみる。あの残りの人ね。残りの一人。まあ、さっき小田原の町行きましょうか。で、座で。で、売却。で、紫ね。で、購入ね。紙だね。で、漆と。さあ、で、おお、どこで落ち合うのこれ。どうなってんだろう。援軍来てんのか。宇佐美さんもう行くんだね。本拠に帰還してみたら、はい、宇佐美軍団がと。はい、お帰りなさいませと。ああ、誰も帰ってきてないや。ということは、私攻めに行っても仕方がないやね。あ、食べておきましょう。あ、いや、うまいと。うまいとね。最近食欲は全然ね、あんまないんですよね。さっきもプリン1個でしたね。まあね、痩せてきてるんですよ、私。ちょっとね、のめり込みそうだね。まあ、これ、拒食症にならなかったらいいんだけど。ねえ、と思うんですけど。いやー、だからね、ちょっと、
ジョギングも始めたんですけど、コロナでちょっと走れてないのがすごく痛い。うん、すごく痛いですね。そうか、じゃあ九州までちょっとひとっ飛びしてみるか。こっちだったよね。ここらの町だったね。しまったね、こんなに早く宇佐美さんが動いてるとは思わなかった。これはぜひと。あまり良くない品のようだがと。キャンセルしましょう。さよでございますかと。あ、また息倒れた。診察しましょう。衰弱ね、総人ターン。ねえ、あ、よかった。これでまた。ああ、悪名がなくて、名声がマックスだね。なんかさりげなく私、開墾入ってるね。そうなんだね。さあ、座で、売却ね。で、卸18巻ね。で、民家。ああ、まだダメだ、大内さん。今度は、腹痛？もうこんなの、特効薬だ。なんでござるかと。帰りましょう。ああ、そうだ。商売だけして帰ろう。あれ？私、あ、そっか、売ってたのか。あ、萩焼きだね。萩焼きをお土産にして帰りましょう。で、あと、すずりだね。重いものばっかりだからね。民家いないでしょ。消化しかね。さあ、本拠戻ってるかな。あ、来ましたね。戦っていきましょう。さてと、おいと。よいしょ。あとはビームかな。よいしょ。あ、ビーム打てないのか。ね、一直線上にありそうな気はしたんですけど。え、生きてる。生きてるね。逃げるかな。あ、どうすんだろう。あ、逃げた。あ、逃げれなかったんだね、残念ながら。逃亡ってできない時あるんだね。はい、またか。これはあんまり良くない品のようだが、キャンセルしておきましょう。さようでございますかと。お、天王寺屋の人が、あ、津田宗久さんでいいのかな。天王寺屋の大将亡くなったんだね。あ、また勝山が館。ああ、一騎勢が、ここの江城は一騎勢が、あら、間に合わなかったんだね。さあ、どこに行くかな。帰ってきてる。あ、帰ってきてるわ。贈り物、書物、はい、義兄貴で、今度は鬼庭さん。鬼庭さん、お茶だったらどうなの。あー、めっちゃ喜んでくれんだね。ね、お茶だったらここまで行っちゃった。ただ、お茶はね、気に入らなかったらもうそれだけ終わりだからね。あ、帰ってきてません。はい、締め寄られた方。あ、ジョンさんいるから、ジョンさん連れて行こうか。あ、タメノブさんもいるね。タメノブっていう言い方でよかったのかな。さあ、あとのご存知ですか。北条三郎様は芸術品がお好みと。ありがとう。じゃあね、人事、初心。じゃあ、合戦しましょうか。敵はと。はい。はいと。え、我が軍から援軍送ってんのね。そうか、援軍送ってんのか。ちょっと待ってね。じゃあ、どっか攻めに。ちょっとね、
徳川と織田尾の接続を避けたい。これ直轄だね。はい、としてこれどんな人？ああ、そっか、虎正さん。ちょっとダメなんだよね。なんかすごくダメな気がするから。あ、この人？ああ、この人悪かないね。あ、これでいけんじゃない？ね、ジョーンさんいるし。この人も、うん、いい人なんですよ、この人ね。宇治国さん。あ、いいじゃない。これでいっちゃおう。うん。うん。過労の人が一番下になっちゃったけどね。さあ、じゃあこれでいきましょうか。援軍呼びましょう。援軍ね、すぐ近くとして、あ、小坂さん来てくんないかな。2万もいたら。あ、出た援軍、よかった。と思ったらいい時間になっちゃったね。まあ、ただね。はい、じゃあね。この辺で終わっておきたいと思います。ごめんなさい。どうもありがとうございました。